海賊とかじゃないですか。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ、ライブ配信始めていきたいと思います。今回は集まれいいことクラブのイベントストーリー後編をやっていこうと思います。第5話。廃墟に美空と思わしい人物の目撃情報があった。彼女はアルターメイデンに退治されたはずだが、もし生きているなら逮捕しなければならない。エイジレギオンによるテロ、そしてミソラクエストを起こした犯人だ。注意して調査に当たれ。はっ。はあ、また引っ越しじゃないですか。生きてるのバレたら指名手配ですし、いっそ森に隠居でもしましょうかね。ミソラちゃん、久しぶりね。あ、ランパさん、偶然ですね。もしかしてお引っ越しのお手伝いしに来てくれたんですか。お引っ越し、違うわ。私、そのずっとミソラちゃんを探していたの。お話したくて。この前のランドソルでの騒ぎを知って、とっても心配で。それでそんなこともありましたっけ。ミソラちゃんのことだから、自分から悪者を演じたんじゃって。アルターメイデンの子たちのために。勘違いじゃないですか。でもね、ミソラちゃん前に言っていたわ。私これからやらなくちゃなことがあったりなかったりなので。え、それってなので、ランパさんとの耳デートはまたのお楽しみです。お互い生きてたろですけど。海デートの約束は覚えてますけど、そんなこと言いましたっけ。ええ、だからもう自分が傷つくようなやり方でいいことをしようとするのはやめてほしいの。そんなやり方じゃ誰も喜ばないわ。あれ、もしかして今お説教されてます？お説教じゃなくて、ミソラちゃんが心配で。それでそのレイジレギオンに戻らない。一人でいるのは大変だと思うし、きっとミソラちゃんも。戻るわけないじゃないですか。それにランパさんも知ってますよね。私が同情されたりするの嫌いだってこと。その同情なんかじゃなんて。ランパさんが面白いんでからかっちゃいました。全然怒ってないですよ。じゃあ今日はこんなところで。さようなら、ランパさん。
消えた。ミソラちゃん、今日もきちんとお話できなかった。真面目な話題になるといつもごまかされちゃう。どうしたらいいのかしら。またミソラちゃんを見つけてもテレポーテーションで逃げられちゃうだろうし。でもこのままじゃミソラちゃんはなんとかしないと。なんか裏事情あるみたいだな。ミソラにミニストーリーで明かされるのかな。って感じでさ、お姉ちゃん巻き込んだらなんかできるかなと思って。やれやれ、常日頃ながら我が妹のなんと東京なことよ。してお前様がランファ殿でありんすな。厳妙にして風趣極まる類いまれな歌姫子、ネアより聞き及んでおります。歌姫か。ランファちゃん緊張しすぎ。リラックスリラックス。だってネアちゃん、だってこんな音聞いたことない。まるで底知れない地鳴りのような。ネフィーネラさんの体はどうなっているの。体歌姫の耳、糸いみじけなり。止まれかくまれ、ミソラなる背徳の友、お前様らのギルドに戻したいとの意味。確かカリザ坊もレイジレギオンだったかと存じまするの。ああね、ガリザ君には反対されちっててさ、どうしようって悩み中。ふむ、血とばかり危うき橋なれど、たずきが一つござりんす。まあさすがお姉ちゃん。かわいい妹の頼みとあらば一肌脱がざるを得まいな。さりと九段の遺跡いずこだったか。みーやよ、これなるは魔道具、くず入れのごとき箱にござりんす。暗い欲望や衝動に干渉する力を持つゆえ、扱いに難儀していてのう。まく扱えるかはお前様ら次第であります。今のうつしおは不安定極まれり、多少の無茶も聞きしかった。ミソラなる者の破滅を望む心を魔道具に移し封じることも叶うやもしれません。つまりやべえ魔道具ってこと。これ大丈夫なやつ。用心、弦として怠るべから。イベントクエストだよな。箱が歪むか、あるいはアフメインクエストに見える。中に収めた身が逆流し、その衝動に比して島一つ要せずは大陸一つが消し飛びそう。やばいな。やばじゃん、そんなん触りたくねえ。すくむ必要はありんせん。逆流を起こさぬよう抑え込めばよろしい。入れ小細工のごとく
ウヌのスライム深くに格納してまいれ、勝てて加えて、ネアよ、かような魔道具は後の危難の憂いなり、用が済めば即破壊したもれ。りょ、てかお姉ちゃん、ヤババなマジックアイテムの処理が面倒だから私に押し付けてる的な、まあ、ギブアンドテイクってやつだけどさようなはずもありんせん。してランファ殿、ミソラなるは顔の知れたトガ人とのこと、なればしばしの間世を欺く必要がありんしょう。お前様のマカは夢の道理を意のままにするほどと聞きしを呼び、であれば聞く者の施策をわずかばかり曖昧にするなど造作もなき主義かと拝察せ。そうさよ、一里の広きにわたりミソラなるを普通の女子と認識さすれば、夏の良き記憶も紡げることでありしょう。でもそんなに広い範囲に催眠をかけるなんて、とても。通信魔法をちょいいじればいけんじゃね。ミソラちゃんに気づかれないようにするんは私も手伝うし。されど歌がひとたび途切れれば、ミソラなるは再度トガ人と認識されるがゆえ、とどのつまり成否はお前様の体力次第かと存じまする。なるほど。つまり大事なのは二つね。一つはミソラちゃんの悪い衝動を魔道具で封じ込める。もう一つはミソラちゃんを中心にみんなに催眠をかけ続ける。やっぱヤバい作戦な気もするけど、どうする、ランファちゃん。私はきちんとお話ししたい。ミソラちゃんとお友達として、それがダメなら。ようやくたどり着いたぞ。ミソラと思わしき人物がこの森に潜んでいるはずだ。必ず見つけ出すぞ。いい加減しつこいですね。ほんと、嫌になっちゃいます。どうした。お、魔物だ。魔物だと、そう、囲まれた。そんなんじゃ捕まえられませんよ。しょうがないですね。ドリルルルに生きていたとは。我々を助けたのか。大将、どうしましょう。捕まえる。いえいえ、助かってないですよ。次はあなたたちですから。え？
これでまた指名手配ですか。森の次は一層裏世界に隠居ですかね。ランファさんはどこがいいと思います？次の引っ越し先。ミソラちゃん気づいていたのね。で、わざわざどうしたんです？私を逮捕しに来たとか？ううん、この前の話の続きがしたいの。またですか。続きも何も結論出てましたよね。ミソラちゃん、もう自分が傷つくようなことはやめて。さっきもそう、ナイトメアを助けたのにわざわざ誤解されるような真似しなくたって。誤解も何も、私犯罪者ですよ。正しく嫌われるのが当然ですから。いいことをしたなら別に隠さなくたっていいと思うわ。それって気持ち悪くないですか？いいことしようがしまいが、悪人は悪人じゃないですか。ミソラちゃん、それじゃあミソラちゃんはこれからどうするの？どうやって生きていく？というか、そろそろ理論とか論破とかうざいんで殺し合いでもしましょうか。なんてランファさんとはあんまり気乗りしないっていうか、なんででしょうね。ランファさんから手出ししてもらっていいですか？それなら気兼ねなくドルルルルーンできそうです。どうして話し合えないの？話し合いで全員やっちゃったことがチャラになれたら、もっとこの世界は楽しくて、ミソラちゃん、こんなやり方でごめんなさい。準備はいい？ランファちゃん、もう後戻りはできないよ。大丈夫、ミソラちゃんのためだもの。それに私の。ようなことがあったとは、
の知らねえところで勝手なことやりやがって。どうせまだなんか隠してんだろ。そもそもこのビーチを選んだ理由もわかんねえし、ランファがここにいれえのも意味不明だ。じゃあビーチの方から説明すっか。歌での催眠は範囲限定っつうのは話したよね。広げりゃ広げるほど魔力食うしさ。だから作戦にふさわしい場所を決める必要があったのよ。もち他も候補あったけど、やっぱビーチしかないっしょ。夏だし水着で気分アゲアゲな思い出作れるし、太陽浴びて海に浮かんでと気持ちいいし、そしたら破滅願望とか敵じゃないっしょ。で、ネアちゃんが勧めてくれて、それでミソラちゃんにはここに向かうようにあらかじめ催眠をかけていたの。なるほど、理にかなっておりますね。私も海と水着によりわずかながら積極性を獲得できました。クソみてえな理由だったぜ。それで私が別の場所にいる理由は、集中できる場所が必要だったからよ。ずっとビーチで歌ってたらバカほど目立つじゃん。てかランファちゃんヤバ美人だしナンパ来まくるじゃん。したらランファちゃん多分テンパって歌どころじゃねえし。ということはランファ様はどこか遠くで不眠不休で。ねえ、やっぱ無理あってボロ出てきて、でミソラちゃんのあれきっかけで今って感じ。ランファさんたら無茶しますね。はい、おはようございます。寝て起きたら全部思い出しちゃいました。すっきりすっきりです。ずっとランファさんたちのターンっぽかったんで、次は私のターンですね。ってことでテレポーテーションできるの？やっぱり止められた。と思ったら別の場所にワープした？どこ？間に合ったって。ベタベタします。リリ。これは巻き込まれた。ネア様のスライム。いや、それよりもここは一体。そう。ミソラちゃんのテレポートにスライムでひっついてきちゃった。もうネオさんってば。カリザ君はお留守番ですか？まあね、キョンキョンされっとお話どころじゃねえし。もうとっくにお話どころじゃないですけどね。これからは私のターンですし。いいよ、ランファさん。ミソラ、ランファさんがこんなことするなんてびっくりしましたけど、残念でしたね。私を素直ないい子にしようなんてそうはいかないですよ。もう歌が聞かない。
何？捕まえたわ。え？ミソラちゃん。ユリ？出会ってすぐハグなんて、ランファさんったら大胆ですね。ユリ展開。分かってたんですか？私が来るって。ええ。ミソラちゃんにはいつも逃げられてばかり。だから今度は来てもらえばいいって。ランファさんすごい、私のことそんなに分かってくれるなんて。それじゃあ私が次にどうするかも分かります？そうね、次は殺し合いの壊し合い。さすがですね。じゃあ残念ですけどハグはおしまいです。本当は嫌だけど、ミソラちゃんが望むなら付き合うわ。殺さないように、壊さないように。じゃあ始めますか。殺し合いの壊し合い。はい、そこまで。え？仲良く遊びなっての。スライムで服溶かしちゃうよ。もういいところだったんですよ。だる、魔道具にスライム乗っ取られたわ。しかも暴走中。マジで喧嘩も。おいおい。てか、あの魔道具破壊しないと爆発で大陸ごと吹き飛ぶっぽ。助けて。仕方ないですね。お？ごめんなさい。ね、どうします？皆様、今は協力しましょう。私は準備万全、完全防御です。お？やば。割れた。やりー、みんなマジ助かったわ。まったくお役に立てませんでした。いい、何で言ったんだ。ナイス連携だったけどな。というよりネオさん、魔道具の暴走ってわざとですよね。なわけねえって。ミソラちゃんの気のせいっしょ。はあ、まあいいですけど。なんかしらけちゃいました。もう殺し合いって感じじゃないですし。よかった、不幸中の幸いなのかしら。ふう、事情があって岩陰から出られなくなっちゃったの。そういえばランファ様の服も被害に暴れておりましたね。でもでも、どうせ話し合うなら裸の付き合いがいいと思うんですよね。ランファさん、確かに裸のまま出てきちゃってください。全部ではないな。ミソラちゃんがお話ししてくれるなら。全部ではないよな。恥ずかしい
けど。ランファちゃん大胆。じゃあ、あたしも一肌脱ぐか。え？いけません、ネア様、ランファ様、兄様に一矢まとわぬ姿を晒すなど。兄様って主人公か。私は嫌じゃないんですよね。傷ついたり嫌われたりするの。だからこのお話はずっと平行線だと思うんですよ。もちろんランファさんたちの気持ちは嬉しいというか、感謝するのが普通なんだろうなっていうのは分かってます。でもそれを受け入れられるかどうかは別問題ですよね。私はそうじゃなかったっていうか、むしろ僕というか、私天の尺ですからね。結局愛情を注いだり受け取ったりとかきついんですよ。そういうの私レセプターないっていうか。まあそうかな。ミソラちゃん、私がこんなことしてるのは愛情とか、ひょっとしたら友情なんかでもなくて、ミソラちゃんの手は、ミソラちゃんの心は本当は温かいって、私知ってる。だからそんなわけあるの。だって魔道具が吸い取ったのは破滅に向かう衝動だけ。そうしたらミソラちゃんは自分からいいことをしてみんなを笑顔にしようとしていたわ。それは心の中にあった罪悪感や彼の言葉もあったかもしれないけど、でも本当に冷たい人ならそんなことできない。罪を忘れろとか素直になれとかそんなこと言えない。でもそんなミソラちゃんが自分から傷つくのはもう見たくない。分かってる。これは私のわがまま。ミソラちゃんと違って
耐えられないだけ。でもだからだからこそ諦めないわ、ミソラちゃん。はあ、こういう時ランファさんって本当頑固ですよね。あ、そうです。他の理由があれば納得してくれますか？私がどうこう関係なく無理な事情があるとか？ミソラちゃん、何を。私指名手配犯なのにいいことクラブ代表らしいので、いいことしなくちゃなんですよね。だからナイトメアに出頭してきますね。じゃあそういうことで。大好きですよランファさん。さようなら、ミソラちゃん。テレポート強すぎん？妨害の暇もねえし、結局最後はミソラちゃんのペースだね。兄様、場を支配できればどんな状況でも有利ですよね。交渉でも戦いでも望む方向に誘導できますから。今日はその修行です。ペースの作り方を練習しちゃいましょう。褒めたり怒らせたり誘惑したり脅したり、やり方は人それぞれですけど、それもリリちゃん自身で見つけてみてください。いいんじゃないですか。がむしゃらでリリちゃんらしくまっすぐで。皆様、兄様の言う通りでございます。諦めるにはまだ早いのではないでしょうか。リリーちゃん、ミソラ様をこちらのペースに巻き込みましょう。ただしもう仕掛けや魔道具はなしです。今度はまっすぐな方法で。そうすればミソラ様の心にも届くかもしれません。かも。魔道具もう壊しちゃったしね。そうね、私たち焦りすぎていたのかも。クラブに入ってくれた人にも説明した方がいいかな。あとカリサキュンとももう一回話し合ってみるわ。じっくりたっぷりねっちりと。はい、さまざまな方々の知恵や思いが必要になるでしょうし、今こそ一致団結でございますね。お、これでどうなる？エンディングだ。脱獄するんだろうな。
しょ。暇すぎるのも良くないですね。いろいろ考えちゃいます。ミソラ、出るんだ。やっと。死刑ですか？気が早いな。裁判もまだだろう。保釈金が出たので君は保釈になる。保釈？外に出すってことですか？そう。そうだ。君は拘留から一時的に解放された。だが罪が免除されるわけではないからな。保釈中は様々な条件を守ってもらう必要がある。違法行為があったり裁判を欠席すれば保釈金も戻らないし、当然保釈も取り消しだ。なるほど。でも保釈なんてしていいんですか？私何するか分かんないですよ。俺も役人でな、命令されただけで詳しいことは知らんが、権利保釈ではなく裁量保釈が適用されたようだな。何それ。取り調べにも協力的で罪証隠滅の恐れもないと判断されたんだろう。それにあくまで今回の起訴はアルターメイデンが治めたミソラクエスト騒動の件に限定されている。レイジレギオンによるテロの件はユースティアナ陛下の恩赦があったからな。それがなければ今回の保釈はなかっただろう。その後も私いろいろやりましたけど、証拠がないね。ああ甘すぎると思うよ。納得できない人もいるはずだ。だから君はまだ未成年だろう。少年法、この国では法律上未成年への処罰は甘いんだ。そんな法律さっさと変えた方がいいんじゃないですか？そうかもしれんが、今はその法律を適用するしかない。その法律の建前みたいな根拠を信じるしかない、うん、建前？そうだ。なんか重いな。君はまだ若い。この先いろんな出会いが待っているはずだ。楽しいことも辛いこともたくさん経験するだろう。しかし牢屋にいてはそんな出会いも経験もない。もちろんそういった可能性を人が人から奪うなんて許されることではない。やってしまったことはどうしようもないよ。だから真面目に更生するんだ。君には力になってくれる人たちがまだいるだろう。もしかして保釈金は岸さんが？そうなの。わかるよって岸さんが払ったんじゃないんですか？そんなお金持ってないだろうな岸くんは。おかえりなさい。みなさん、え、みなさんが？保釈金の足りない分はビーチのみんなが貸してくれたのよ。ランファさんたちが謝罪と説明に来られたのです。このビーチの裏側で何が起こっていたのか、なぜそんなことをしたのかを、そしてビーチの光のピンチと知り、ぜひ協力したいと返事しました。いやいや、ビーチの光って。いいえ、ビーチの光よ。私の指輪も探してくれたんですから。みんなミソラさんのいい面を知っているの。あの時の私はちょっと別人っていうか、というよりビーチの光指輪勘弁してほしいんですけど。ふんふん、いいじゃん。実際ミソラちゃんいいことしてたし、
魔道具とか関係なく魔物に襲われたナイトメアも助けてたし、それもあの人ら後で報告してたらしいし、私銃口向けてましたけど、また魔道具で細工したんじゃないですか。そうね、そんなわけないっしょ。意外とみんなちゃんと見てるし気づいてるんだって。ミソラちゃんのいいところ、他にもあるよ。お姉ちゃんはボール取ってくれたし、私と遊んでもくれたよね。だから私のお小遣いはお姉ちゃんへのお礼なの。もしかしてこの子のお小遣いまで。お姉ちゃんがちゃんとしてたら後でお小遣い戻ってくるんでしょ。だから大丈夫。ずるくありません？もっとマシな使い方を覚えた方がいいですよ。ミソラ様、ミソラ様とはただならぬ縁のある間柄ですが、微力ながら私も幾ばくか包ませていただきました。こうすることが私からミソラ様に可能なご恩返しだと思いましたので。そんなことが言えちゃうようになったなんて、成長しましたね、リリちゃん。びっくり。でもリリちゃん的には本心から私を助けようとして一石二鳥してるんですよね。やっぱりずるいです。恐縮です。ミソラ様に修行をつけていただいた甲斐がありました。もしかして村長さんたちを巻き込んだのはリリちゃんか。ペースに巻き込むどうこうは言いましたけど、余計なこと教えちゃったかもですね。ご教示いただいたことをお返しさせていただいたまでです。ミソラ様が行ったいいことの結果にすぎません。それにこれからどうなさるかはミソラ様次第でございます。ですが保釈金はここにいる皆様の気持ちとしてお受け取りください。そうよ、ミソラちゃん、ミソラちゃんを思う人がこんなにもいるわ。ランファさん、この前のこと、ごめんなさい。魔道具も催眠も使うべきじゃなかった。私もネアちゃんも反省したわ。諦めずにまっすぐ思いを伝えるべきだった。レイジーレギオンには無理に戻らなくてもいい。でもここにいるみんなはミソラちゃんの味方よ。それはとっても価値のあることだって、そう思うの。知ってもまあできたら戻ってほしいけどね。ミソラちゃんいると楽しいし、あと手伝ってほしいこともあるんだよね。ね、ガリザキュン。そういえば怒らないんですか、ガリザくん。らしくないですよね。てめえの復帰なんか反対に決まってんだろ。多数決つクソなシステムのせいだ。けどな、俺もこの先やりてえことがある。だっつうのにいつまでも昔にこだわってんのガキみてえだかんな。だからな、ミソラ、てめえも
ロストしちまったゼーンやアゾールドを探して二人にちゃんと謝るってんならしばらく我慢してやるよ。昔にいろいろやったカリザキュンもネアお姉ちゃんフォーエバーの刑で反省中だから、ミソラちゃんも一緒にレイジレギオンでやり直そうね。クソ、こんな刑設定短縮しまくってやるぜ畜生。ええ、どうなんだよミソラ。私天の尺ですからね。結局愛情を注いだり受け取ったりとかきついんですよ。そういうの私レセプターないっていうか、罪を忘れろとか素直になれとかそんなこと言えない。でもそんなミソラちゃんが自分から傷つくのはもう見たくない。分かってる、これは私のわがまま。ミソラちゃんと違って耐えられないだけ。でもだからこそ諦めないわ。ミソラちゃんは私のお友達だから。負けました。皆さんお人よしすぎますよ。ここまでコテンパンにやられちゃうとむしろすがすがしいです。そうですね、もうちょっとだけいいことしてみましょうかね。皆さんのお金でもらった保釈期間中は、ミソラちゃん、それじゃあ、はい、レイジレギオンの復帰も期間限定でいいならですけど、きっと裁判では有罪判決 100% でしょうし。まあそん時は考えよう。有罪でも執行猶予つくかもしんないし。とりま、ミソラちゃんが帰る場所はレイジレギオンってことで。でも知ってますよね、私って大事なものほどぶっ壊したくなるんですよ。ええ、ミソラちゃんのことならよくわかっているわ。そんな時私がどうするか。ミソラちゃんはわかるでしょ。まあなんとなくお友達ですから。ちょっと、お友達はラーファちゃんだけじゃないっしょ。あ、もうラーファさん反撃しますよ。エンディング。
しちゃったし、あたしもいいこと頑張ってみっか。トリマ、サンオイ。258上がるか。
とは、調合は大成功です。そうやな、これは。はい、ということで、喧嘩とかギスギスとかだるーって感じさ。イチャラブチュッチュで行こうね、キスキュー。はい、集まれいいことクラブ、みそらの愉快な夏休みイベントストーリー、これでいって完了です。こんなのもあるみたいだが、何これ、
そろそろいいことクラブの役職でも決めましょうか。岸さんが部長、リリちゃんが新入部員で、私は岸さん専用の秘書兼塗り塗り係ってことで。はい、ということで、メタここで終わりです。続きまたイベントありましたら続きやっていこうと思いますので、また見てください。よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。